どうも、おまっとさんでした。平八郎です。内海哲也投手、プロ野球生活19年、お疲れ様でした。そして、ライオンズに来てくださって、本当にありがとうございました。まあ、本人の中ではね、不本意の形でのね、ライオンズの、移籍ということだったと思います。住谷銀次郎 FA による人的保障での、ライオンズ移籍。ね。これ本人は当時相当悔しかったと思います。しかしながらね、このライオンズにとっては非常に内海投手が来てくれたことによって、若手投手陣たちはね、本当にいい教材になったことでしょう。渡辺 GM もね、投手王国を作ると、言った、5年前、6年前ですか。間違いなく、リーグナンバーワン防御率のね、投手陣を築き上げた礎になった一人だと僕は思っております。多分みんな思ってます。はい。まあ、僕のね、最初持ってた内海投手のイメージっつうと、ちょっとふてぶてしくて、なんか好かんなっていう。まあ、ジャイアンツのエースあるあるなのかもしれないですけどね。うん。まあ、内海投手もその一人に該当してましたよ。まあ、しかしね、やっぱこうやってライオンズに来て、この若手投手に対して、真摯にコーチングしてるわけじゃないですか。そういう姿をさ、やっぱ目の当たりにしちゃうとね、好きになっちゃうよ。そうでしょう。やっぱ成績がさ、そのライオンズに来てね、大して勝ち星上げてなくても、後輩たちが慕ってる姿とか見てると、めちゃくちゃ好感度上がりますよね、やっぱ。今日のやっぱり渡辺裕太郎もちょっと涙ぐんでましたけど、そういう姿を見るとね、ああ、本当に慕われてるいい先輩だったんだなと、改めて、今日の引退試合を見て感じましたよ。なんでしょうね、これジャイアンツにいてた選手が他のチームに行くと一気に好感度上がるね。これ何なんすかね、これ。不思議なもんで。このヤンキーが構成してめっちゃいい人になった時、みたいな。この爆上がり、株の爆上がり、好感度爆上がり。そう考えるとジャイアンツってずるいっすよね。まあ、重ね重ねになりますが、内海哲也投手、19年間お疲れ様でした。そして、ライオンズのね、投手陣たちだけではなくね、もう、野手含め、ね、ライオンズの選手たちの本当にいいお手本になったかと思います。ライオンズのための尽力、ありがとうございました。おい、そこに置いてライオンズよ。何しれっと7連敗しとるんじゃ。内海哲也引退試合にどさくさに紛れて何7連敗しとるんじゃ。ボケナス、何なんですかこのライオンズのこの引退試合の弱さ。なんでこのライオンズってこの引退試合に勝てないかな。勝率低いっすよね、ライオンズ引退試合。調べてはないんですけど、相当低い気がします。普通な引退試合ってね、他の選手たちが発奮してなんとか何々さんのために、今日引退する何々さんのために勝つぞと息巻くはずが、それがどうも河原回りしちゃうのかな。大舞台に弱いライオンズ、それがこの昨今のクライマックスシリーズの弱さとかに繋がってるのかな。何なんだろうな。ライオンズ7連敗です。6対4負け方です。イーグルスに負け方です。はい、今日のライオンズの先発は今日引退された内海投手ね、打者1人、先頭バッター山崎をセカンドゴロに抑えたところで、ピッチャーがエンスに変わりました。そのエンス、2回表大谷ツーランホームラン打たれます。イーグルス2点先制。回は進み、5回裏、ライオンズはね、ウーネンティンのセカンドゴロの間に1点を返し、迎えた7回表でした。ピッチャーがスミスになったところで、ね、2アウトまでポンポンと、よかったですよ。ここまでは良かったですよ。2アウトランナーなしから、鈴木大地フォアボール、岡島もフォアボール、2者連続でフォアボール出して、2アウトランナー1、2塁、バッターは8番、小深田。ライトへタイムリーツーベース。イーグルス2点追加、4対1。この2点が本当に OK だったな。この2点が本当に OK だったんだよ。スミスから変わってクモンですよね。クモンがまさかまさかまさか小深田に2点タイムリーを打たれる。もうクモンが打たれたら何も言えんやん。もう
頼むで、クモン。お前だけが頼りなんだよ、今のライオンズの中継ぎ。ああ、もうクモンが打たれたらもう何もやん。続く7回裏、殿崎がアップルパンチ。アイトが2試合連続のバックスクリーンへホームラン。2点返し、4対3。2者連続ホームランで、2点返し4対3。1点差、1点差。8回裏は、イーグルスのピッチャー西口出てきて、3連投ですか？見事ですよ。ピシャリと抑えられて、迎えた9回裏、ピッチャーは、イーグルスのピッチャーは、松井裕樹！憎たらしい眼光。先頭バッター、ノーアウトランナー、なしから、森友やライトへ大飛球、ライトが守備もたつく間に、一気に三塁落とし入れて、ノーアウトランナー三塁。ここでバッターは、俺たちの4番、山川穂高。三振、バトル。こういうところでホームラン打たなきゃいかんだろう、山川よ。5番殿崎、犠牲フライで同点、ね、4対4の同点。9回終わった時点で、ライオンズに残されてるピッチャーはね、松田達志と本田圭介でした。10回の表は、その松田達志が上がります。マウンドに上がります。ここはゼロで抑えます。そしてまさかの、松田達志、開幕日。もうね、嫌な予感しましたよ。皆さんも嫌な予感されたでしょ？思ったんじゃないですか？え？松田達志、開幕日？大丈夫？思ったでしょ？思いましたよ。僕も思いましたよ。買いまたぎするんだったら、本田圭介じゃないのかなーなんてね、思いました。大丈夫かな、松田達志大先生大丈夫かなって思いました。そしたら、案の定、11回、先頭バッター浅村に、バックスクリーンへ。答えよ。ねえ。ご対応になりました。勝ち越しを許されてしまいました。その後もランナー出してね、鈴木大地に犠牲フライ打たれ、6対4。もうここで勝負ありでしたね。11回裏も0点で抑えられ、ゲームセット6対4。ライオンズ7連敗。9回裏な、追いついて、流れてきね、もう、あの、松井裕樹からな、やっとこさ、1点取って、ね、同点に追いついてさ、これは流れ来たぞと、皆さん思ったのではないでしょうか。今日はもらったと、思ったでしょう。僕も思いましたよ。うん。今日は分かったと、思いました。しかし、そうはいかん。宇都宮哲也の引退試合、宇都宮さんも、ね、ベンチで見守る中、これは今日分かった。今日は、この流れ、勢い、宇都宮の引退試合、いろいろ乗っかって、今日は勝つパターンやん。どうやったって勝つパターンやん。この流れをつかめなかった。もう嫌になっちゃうね。ねえ、宇都宮投手の引退試合でね、最後ね、ライオンズナインこう、3列に並んでたじゃないですか。僕はね、もうね、あそこで、宇都宮投手、平手打ち、一人ずつ平手打ちしてってくんねえかなって思っちゃいましたよ、本当に。もうスクールウォーズさながらね、ターンターンタタターンタターンターン、俺は今から、お前らを殴るつっ悔しくないのか、パン山川お前悔しくないか、パン悔しいですっていうね、明日、僕、平八郎、社長の友さんと一緒に、現地観戦行ってきます！ベルーナドームに行ってきます！止めましょう！この連敗、止めましょう！絶対に止めましょう！一生がしたい！まさかね、9月11日僕、現地観戦行って、12日から、この19日まで、負け続けるとは、思いませんでしたよ！たくもう、明日こそ、勝ちましょう！もうここら辺で動画を締めさせていただきます。チャンネル登録、いいねボタン、コメントの方も残しててください！それでは、明日、またお会いしましょう！さようなら、ライオン！